はようございます。おはようございます。今日はね、最終日、まあといっても15時過ぎの飛行機なので、まあお昼過ぎまでは時間があります。で、せっかく楽しい沖縄の Vlog を期待してくれている方には本当申し訳ないんですが、最終日の半日に関しては全然楽しくない沖縄巡りをしたいと思っていて、まあそれを前に少しだけお話ししておきたくて、私だけね少し早起きをしています。まあ皆さんご存知の通り、沖縄には悲惨で悲しい歴史があります。太平洋戦争末期の沖縄戦ですね。まあ3ヶ月に及んだ沖縄戦は軍民合わせて20万人余りの死者、まあ4人に1人の沖縄県民が亡くなるという悲しすぎる結末でした。で、今ね、本島南部の南城市に滞在しているんですけれども、まあ、その南部は沖縄戦の中心だったと言っても過言ではありません。だからというわけでもないんですが、楽しい沖縄、綺麗な沖縄だけを見てちゃダメで、まあ、目を背けたくなるような歴史にも、まあ、ちょっとだけ向き合う必要があるのかなと、まあ、柄にもなく思ったわけです。戦後80年近く経って、いよいよね、戦争を体験した人々がいなくなりつつある今こそ、平和な時代に生まれた我が娘に、まあ、その爪痕をね、見てもらって、平和のありがたさを改めて感じてもらったり、まあ、できれば次世代に語り継いでほしいという気持ちです。本当は行きたいところ、娘に見せたいところたくさんあるんですけれども、まあ、時間もあまりないし、まあ、私自身耐えられる精神力にも限りがあるので、まあ、今日は娘とさほど年が変わらない姫百合学徒隊、まあ、昨日まで普通の女学生、しかも先生を目指していた、いわばこうエリート女学生たちですよね、まあ、そんな彼女たちがいきなり戦争に駆り出され翻弄され、その半数以上が命を落としてしまった、まあ、そんな彼女たちの抗えなかった歴史、足跡をたどる旅ということで、彼女たちが召集されて従事していた沖縄陸軍病院ハエバル25号とで、戦況が悪くなって、まあ、そこを撤退してさらに南下して、まあ、最後解散命令が出された、姫百合の塔のところにある第三外科号の跡地、まあ、できれば、平和記念資料館にも行きたいと思っています。で、ハエバルの陸軍病院跡に関しては事前にやり取りをして、ハエバル文化センターの方に案内をしてもらえることになっています。まあ、決してね、行きたいと思っていない、むしろ行きたくないと思っている家族を説得して付き合ってもらいます。じゃあもう少し沖縄戦や姫百合学徒隊について話をさせていただくので、まあ、もうしばらくお付き合いください。まあ、旅行中なので詳しく調べて話しているわけでもなくて、まあ、記憶プラス適当な Google 検索、まあ、これを頼りに話してますので、まあ、もしも話している内容に間違いがあったらすみません、寛大な心でお許しくださいと。1945年4月1日、まあ、アメリカ軍が沖縄西海岸の読谷嘉手納あたりから上陸して、まあ、南部に、まあ、一部北部もあったと思いますけど、まあ、主に南部に進軍してきます。まあ、その1週間ぐらい前には昨日行ったね、慶良間諸島とかにも上陸してたはずです。で、当時の戦況からして、もともとこの沖縄は勝てる戦争ではなくて、本土上陸を遅らせる時間稼ぎの持久作戦、いわゆるね、捨て石だったんですよね。なので上陸時には戦わず無血上陸させて、まあ、日本軍はガマと呼ばれる洞窟や、まあ、突貫で掘った壕に潜んで圧倒的優位なアメリカ軍に対抗を試みました。その時に召集されたのが姫百合学徒隊、まあ、映画とかにもなってシンボリック的にフォーカスされがちな姫百合学徒隊ですが、実はね、他にも7つぐらいの学徒隊があったそうです。主に病院でのサポート業務が中心で、まあ召集された当初はね、まあ、まだピンときてなかったというか、そこまで大変ではないというふうに思っていたようですね。まあ昨日まで普通の女子高生とかですからね、まあ、最初は友達と一緒に病院の手伝いをするぐらいに思っていたのかもしれません。
で病院といっても地上に立っている建物はアメリカ軍の艦砲射撃や空爆ですぐに焼かれてしまうので、まあ、洞窟やら即席で掘った穴を今日からここを病院とするみたいな感じで、そこに爆弾で吹っ飛ばされたり銃で撃たれた死にかけの負傷兵がひっきりなしに運ばれてくると。でこの頃はもう内科病棟は潰して全部ね外科だったみたいです。そんな暗くて臭くてうめき声や死人だらけの不衛生な壕内で、まあ、寝る暇休む暇もなく働いて、でその内容も食事や身の回りの世話はもちろん、患者の患部に湧くウジ虫取りから排泄物の処理、まあ挙句には麻酔なしで手足をね切り落とすような手術とかの手伝い、でその切り落とした部位とかね死体を壕の外に捨てに行くなんてことまでやらされたそうです。そんな地獄のような壕内ですが、外は外でさらに地獄、まあ、常に米国の攻撃リスクにさらされていて、まあ、ご飯を運んだりするのも命がけだったみたいです。その召し上げの道というのもおそらく今日行けると思います。話をひめゆりから沖縄戦全体に戻します。まあ、日本軍はゲリラ的な戦いで前線するんですけど、まあ、結局は兵隊や武器の数で圧倒的に上回るアメリカ軍に押されて、まあ、いくつかねキーポイントになる大きな戦いがあったんですけど、まあ、嘉数高地だとか前田高地、まあ、前田高地ってアカデミー賞作品にもなった白装リッチですね。あと安里高地、昨日言ったねギャレリアの隣にあったシュガーローフですね、これらが次々に陥落して、まあ、日本軍はどんどん南へ逃げて、まあ、大本営があった首里城の地下もついに陥落と。で日本軍はその首里城の地下を捨てて、まあ、マブニっていうところまで南下せざるを得なくなるんですけど、まあ、ひめゆり学徒隊もそれに従ってハエバルの病院号を捨てて南下します。でその時に、歩けない重症患者は号に残していくということになって、患者には青酸カリ入りのミルクが渡されて自決を強要されたんですよね。これはね悲惨すぎる。国のために戦って負傷して、まあ、挙句真っ暗な穴に置き去りのみならず、アメリカ兵に確保されて、まあ、日本軍の機密を漏らすかもという理由で服毒自殺しろとはね、もうまさに鬼の所業なので、まあ、その対応を知ったひめゆり学徒隊の生徒はね相当精神的に参ったそうです。そして戦況が絶望的になった6月18日に突如学徒隊に解散が命じられます。いきなり沖縄の南の果てで解散を命じられて、今日からはそれぞれ自分で逃げて生き延びてくれっていうわけですよね。まあ、学徒隊はパニックになるもどうしていいのかわからずに壕にね留まった人が多かったみたいです。でその翌日19日の朝、第3外科号はアメリカ軍の攻撃を受けて、壕内にいた96名のうち87名が死亡しました。この中に学徒隊の教師5名、生徒46名が含まれるそうです。さらに壕を脱出した3名も銃撃を受けて死亡、攻撃を受けなかった第1第2外科の、学徒隊も解散命令によって壕を出て、まあ、戦場をさまよって多くの人が命を落としたそうです。最終的にひめゆり学徒隊240名中死亡者は136名、生徒123名職員13名に上りました。そしてその 80% 以上の方が実はね解散後に死亡しているんですよね。まあ、それまでも地獄のような日々ではあったと思いますが、まあ、それでも友達や先生と一緒だったし、まあ、日本軍の兵隊も頑張ってる、まあ、だからね頑張れたみたいなこともあったんじゃないかなと思います。それがねもう無理です、もう我々はあなたたちを守れない、解散するからこの後は自分たちで逃げて生き延びてっていう風にね言われて完全に絶望したのだと思います。実際その後、集団自決だとか身投げなんかも行われています。で間もなくの6月23日未明に、牛島満軍司令官らが自決して沖縄戦における組織的戦闘が終わったとされています。まあ、実際にはそれ以降も散発的な戦闘は続いていたようですけど、まあ、一応今のところこの6月23日を沖縄戦終結の日として慰霊の日と定めているようです。もう8月15日の終戦まで2ヶ月もない時期ですよね。まあ、娘はそんな沖縄戦についてはほとんど知識ないと思うので、
まあ、だから今日ちょっとだけでも、知ってほしいなというふうに思っています。実は今日が今回の沖縄旅行のハイライト、本当の旅の目的だというふうにも思っていて、まあ、娘は受験勉強もせずに沖縄旅行来ちゃってるんだけど、まあ、実はね、受験勉強よりも何倍も価値のある学びになるんじゃないかなというふうにも思っています。まあ、我が家にとってはせっかくの楽しい沖縄旅行、これを見てくれている方には陽気な沖縄 Vlog が、まあ、急にね、重くて暗いものになるかもしれません。まあ、感情で言うと悲しみとか怒りとか虚しさ虚無感みたいなものかな。まあ、私はね、こう話してる今もすでに、若干気持ち沈んでます。まあ、楽しい沖縄旅行 Vlog でこんな内容を展開するのは本当に申し訳ないし、まあ、特に娘と、妻にはせっかくの旅行最終日にごめんねというふうにも思ってる。でも体験者なき時代への責任として今改めて言っておくべきだと思ったし、そこで娘にも何かを感じてもらえれば嬉しいなと。ということで今日はね、多少重苦しい雰囲気になるかもしれませんが、何卒ご了承くださいっていう事前告知でした。まあね、あまり暗くなりすぎず、できるだけ楽しくいきたいと思います。